おはようございます。FKテックさん初日ということで、はい、今到着して予約ということで、はい、なかなか結構渋滞は逆が多かったですけど、ね、うん、スムーズに来たのでなんとかというところで、ちょっとあら、ミキ鈴木でのあら大丈夫ですか。でちょっとスペシャルサポーターとして、はい、細木選手、あ、皆さんおはようございます。今回もよろしくお願いいたします。まだ1時から予定してるんですけども、まあ、ご予約もいただいてますので、まずはお客さん待ってですね、どんどんご案内していきたいと思いますので、この様子が、まあ、時間があればどんどん回していきますので、よろしくお願いいたします。めっちゃ礼儀正しい。設定3で、はい、コンピューターに乗っていただきました。噂の人ね、はい、いかがですか。すごい、ね、あ、よかったですか、うん、山もない、はい、ありがとうございます。よかったです、はい、すごい乗りやすいですね、うん、まあ、トルクがやっぱ全然、うん、はい、違います。うん、ですね、バラグも全然ないしですね、今回それと一応レシップもゼロにして、うちのちょっとスペック2プロをちょっと乗っていただこうかなと思いますね。うん、一部こっちの方がトルクが出てるとかあるんですよ。あ、私も見て、うわ、こんな出るんだと思ってですね。だから、まあ、ちょっと今もモニターでちょっと乗ってもらいながら、ちょっと良ければですね、ちょっと積極的にちょっと広めていこうかなってあるんですけど、はい。安いし、ありがとうございます。お疲れ様でした、師匠。だいたいざーっとこう今10分15分ぐらいだったと思うんですけど、まず出だしがすごく良くなったような、はい、あ、出だしがなんかこうちょっと雑に運転するといつもなんかエンジンがブルブルとかっていうようなのが、そういうのがなくて、はい、あとは伸びですね、はい、4000円ぐらい超えたあたりで、ですね、もうすごい伸びが急に良くなったような、ありがとうございます。今からスペック2プロですか。あ、じゃあまたちょっと、はい、そのスペック2プロもちょっと、やらせではございませんので、正直な感想をですね、またちょっと体験試乗終わったら、また純正と今のスペック1ですかね、はい、とのまた違いもまた教えていただければと思いますので、はい、またちょっと気をつけてお願いします。では改めまして、試乗お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたですか。すごかったの一言。一番やっぱり2プロということで、はい、すごいなということで、出だしも 2との差がちょっとすごく感じられました。おっという感じの、じゃあ1と2があんまりちょっとこうどうか変わり映えがちょっと少ないかなというところで、ここの幅がちょっと大きい、かなり大きいようなんですね、はい、そういったイメージですね。で、まあどういうんですか、伸びというか、はい、もう高回転の、うん、はい、A の伸びもかなりっていう感じで、かなり気持ちいい感じの走りでした。抵抗なく上がっていく感じがしますね。そうですね、はい、もう言えばもう、はい、もう申しします。ありがとうございます。はい、また、はい、今日はスペック1をスペック1を入れようかなということで、はい、はい、ですか、ありがとうございます。施工させていただきます。はい、また後々ですね、はい、バージョンアップとか、加速が手に入るっていうことで思い出していただけたら、ね、必要に応じてですね、はい、まあちょっと今回奥様も乗られるということですね。そうですね、はい、あんまりちょっと変わっているようでは逆にちょっと怪しくなっちゃったところもありました。はい、まあ、今からステップなんですね、はい、バージョンアップ、まあ、お求めやすい価格になってますね。そうですね、はいはい、またその際にはよろしくお願いいたします。はい、では、はい、今から作業です、はい、よろしくお願いします。本田社長、はい、2日間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。おかげさまでもう天気に恵まれて、そうですね、もう私たちは、私は金曜日から、はい、まあ、今回まで5日間だったんですけど、はい、まあ、当初ちょっと雨と言われたところから5日間、はい、無事に天気に恵まれまして、で予想によると明日から雨らしいですね。ちょっと天気が、はい、崩れるということで、はい、今日はちょっと心持ちね、ゆとりが、まあ、連休4連休の最後ということで心持ちちょっとゆとりがあったんですけど、弊社の吉田君のおかげで、はい、本日、
新規でね、お客様たくさんご来店いただきまして、今日はちょっといろいろね、お話が私はできました。はい。はい。どうだったでしょうか。僕は初めて、まあ、ね、岸野から来てもらって、はい、初めてのイベントでこれぐらい集まってくれれば、2回目、3回目っていうのがまた広島がすごい楽しみだなと思います。テーラー系のチューナーさんに、天気もね、まあ普通だとね、そんな5日間も連チャンでイベントやって、はい、雨が1日もないっていうのは、さすがに社長の気持ちの行いじゃないかなと思います。僕もすごく助かったし、まあそういう来てもらったユーザーを大事にして、はいね、2回目、3回目と繰り返して、はい、やりたいと思いますんで、今後もよろしくお願いします。ということで広島の動画を見ていただきましたけれども、ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、肝心のミキサーさんの動画がありませんでしたけれども、はい、実はあれ紹介したかったんですけども、はい、私と村上のいる場所が、はい、言い訳その1離れてまして、はい、連携が取れてませんでして、はい、すみませんでした。結果的にですね、はい、材料がもう乏しすぎて上げられませんでした。申し訳ありません。だいぶ映像がなくて困りました。困ってしまってですね、それぐらい忙しかったっていう状況もですね、そうですね、ですけれども、で、はい、ただ代わりにですね、はい、さんの方で、すごくいい動画って言ったらいいんですかね、はい、素晴らしい動画、作っていただいておりますので、はい、そちらの方エンディングの、ね、はい、バナーをぜひクリックいただきまして、ご覧いただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。そして、関西遠征が終わりまして、まあ、次の関東遠征に向けて先日告知させていただきましたけれども、はいはい、現状まだ進展は、そうですね、はい、お客様の方からいっぱい来るんですが、はい、ぜひこういうのをやりたいですね、機会であったり、ね、場所の方はまだですね、はい、まあ、引き続きというか、そうだね、もう最後はもうテントを送りますか。ね、今は引かずに、今でジャッキアップして、はい、吉田が潜ると。おいいじゃないですか。なんかこれは予想がやってないことをやる。そうですね、はい。だいぶ予約と場所がすごいことになりそうですね。はい、いろんな許可を取るのに大変なことが起きてるんですけれども、まあ、そういうのもね、はい、思い出になっていいんじゃない。なんかそっちで話が進んで。そうですね。結構ハードワークになりそうな気がしますけれども、まあちょっと、引き続き計画は進行中ということで。はいはい、まあ、もし動画を見ていただいている、全国のですね、全国じゃないですね、関東地方の関東地方、まあ、業者様とか、また鈴木代理店様等で、はい、ちょっと興味あるぞという方はですね、気軽にお電話いただければ、はい、まあ、ちょっとタッグを組んで、はい、イベントをやっていきたいなと思いますので、はい、ぜひ、気軽なご相談ですね。もうじりじりと思う2ヶ月ですよ、はい、と残りが。そうですね、そうですね、時が経つのは早いもんで、はいはい、2ヶ月なのに、いまだ連絡待ちという状況になりますので、はい、大丈夫なのかというのがありますけれども、はい、まあ、うまくいくことを願っておりますので、はい、はい、まあ、今回ですね、イベントの動画を撮らせていただきましたけれども、はい、出演していただいた皆様ありがとうございました。はい、また今後イベントではですね、当社は YouTube をたくさん使って、はい、まあ、イベントの様子であったりとか、はい、まあ、あとはお客様の、まあ、コンピューター市場の声とか、そうですね、まあ、店頭でももちろんそれをやっておりますけれども、よりリアルな声をですね、はい、YouTube を通してお伝えをしていきたいと思いますので、まあ、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います、はいはい、じゃあこの後すぐ三木鈴木さんの動画、はい、ぜひご覧になってください。ぜひ見てください。はい、はい、ということで今日はお別れです。さよなら。